リンドウモスのデータン2005年撮影リンドウモスはソルタスレーコモンとしても知られておりイングランドのチェッシャー州のウィルムズローの外れにある湿気の高いデータン地である中世からコモンとして使われてきたそして1984年にリンドウマンという保存された湿地遺体の発見によってよく知られるようになったそのデータン地は 氷期の終末期に氷が溶けることによって残った、窪地の集まりで形成されていた。林道モスの最初に書かれた記録は、1421年にも、バリーとウィルムズローの君主が燃料として使うために、データン地からデータンを掘り出すことを住民に許可したという記録であった。もともとは600ヘクタールの広さを占めていたが、元の広さの1、10に縮小している。その湿地は、 危険な場所かもしれない。18世紀の記録者は、人々がそこで溺れることを記録した。数世紀にわたって、その湿地からのデータンは燃料として使われた。今でも採掘が続いているが、今は培養土と混合するために採掘している。採掘は機械化されており、掘削機を使っている。その場所は渡すげ、エリオフォルム・アングスティフォリウム。 そして緑骨バメのような植物症と動物症のために知られている。水タネズミの生息環境でもあったが、彼らの生存は水位の低下によって脅かされている。ソルタス霊古門保存協会は、そのデータンチの保護を促進している。2011年11月にその協会は、地元のアマチュア映画制作者と協力して、湿地の歴史と直面する脅威を詳しく説明する。 短いビデオを作成した。ありがとうございます。